8月9日、ホテル日光福岡で明治日本の産業革命遺産、製鉄、製鋼、造船、石炭産業世界遺産登録記念式典が開催されました。明治日本の産業革命遺産とは、日本の産業化が世界史的観点から極めて重要であることを証明する遺産群です。構成資産は福岡県を含む8県11市に所在しています。相互に密接な関連性があり、遺産群全体で一つの価値ある資産として平成27年7月8日に世界文化遺産に登録されました。式典ではまず小川知事が挨拶を行いました。私ども福岡県北九州市、大牟田市、中間市など全国で8県11市で取り組んでまいりました明治日本の産業革命遺産がユネスコの世界文化遺産に登録をされました。平成18年から約10年間にわたりまして、関係者の皆様と一緒になってこの登録を目指してまいりましたが、この度それが大きな実を結ぶことができたわけであります。本県とりまして初めての世界遺産でございます。県民の皆様と共にこの新しい世界遺産誕生の喜びを分かち合いたい、このように思っております。県といたしましては、今後この世界遺産の適切な保全に努め、この素晴らしい資産とその価値というのを将来の世代にしっかり引き継いでまいります。そしてこれを県全体の資産といたしまして、北九州市をはじめとする各地の産業観光や県内に広く伝わる観光の歴史文化など関連する他の観光資源とつなぐことによりまして、広域的な観光振興、地域的な地域の振興というものをに活用していきたい、生かしていきたいと考えているところであります。引き続き皆様方のご支援とご協力をお願い申し上げていただきます。次に福岡市博物館有馬学館長による基調講演が行われました。近代化産業遺産について、世界遺産と記憶遺産が両方あるのは世界中で福岡県だけです、そのことを考えて、あるいは九州だけというふうに申し上げてもいいかもしれません、そのことを考えつつ一体活用を構想していただきたいというのが私の願いであります。その後、北九州市、中間市、大牟田市のボランティア団体などによる活動報告が行われました。今日は宮の花港のことだけをガイドしましたが、実際には同じく世界遺産となった三池港や三池炭鉱専用鉄道跡、また他の石炭関係の施設も紹介しています。区分は一見に石角と言います。ぜひ大牟田に来ていただいて、実際に迫力のある宮の花港を今後も福岡県では世界文化遺産に登録された明治日本の産業革命遺産をより多くの方々に知っていただくための活動に力を入れていきます。